輝き人気高橋みやです。志村けんの大爆笑展に行ってきました。東京の松坂屋上野店で、やっておりました志村けんの大爆笑展。これが配信される頃には東京公演終わってしまいましたけども、11月に宮城ですかね、合計10都市でやるということなんですけども、空いてるかなと思って平日の昼間に行ったんですけども、ちゃんと列ができてて、チケット買って列並んでる時にこのパンフレット裏に会場の案内とかも書かれてるんですけど、見ながら列に並んでたらなんか込み上げるものがありまして、あ、やばいな、泣きそうだなって思ったんですけど、日本全国を笑いの渦にっていう書かれてたので、泣いちゃダメだと思って頑張ってねこらえたんですけど、展示されてるものをね見てるうちに、殿の部屋っていうコーナーがあって、めちゃめちゃリアルに再現されたバカ殿様が座ってるところでね、写真が撮れるところがあったんですけど、マスクを外して撮れたんで、外そうとしたら涙こらえたせいで鼻水の方がぐっちゃぐちゃになって、それぐらいなんか来るものはありましたね。展示されてるものも台本とかもあったりして、こういう風にコント作ってたんだなというのを一部ですけど見ることができて、大興奮ものですよね。僕が行った時昼間だったんですけども、客層が年齢バラバラで、いろんな世代から愛されてるなんていうのを肌で感じることができました。話しながらもちょっと泣きそうなんですけど、1年半ですよね、志村さんが亡くなってから。志村さんの訃報が入った日っていうのが、僕の就職先の研修が始まる直前だったのかな。頭真っ白になって、どんな感情で研修行ったらいいんだろうって思うぐらい、その年の2月にお笑いから離れて1ヶ月くらい、いずれは芸人に戻りたいなっていうふうには思ってたんですけど、そもそもお笑いに触れた、お笑いを好きになったきっかけっていうのがドリフだったんで、芸人としての夢の中にドリフのコントがしたいっていうのがあって、そのドリフのコントを守り続けてきた志村さんが亡くなったっていうニュースが受けて、社会人1年目スタートだっていう時にニュースが入ったんで、なんか焦りというか、なんで今ここにいるんだろうとか、なんでお笑いやってないんだろうとか、その時にすごい焦りを覚えて、時間がないって思ったんですよ。ピンでやってるので、グループで作るコント、僕のイメージってあまりないとは思うんですけど、だいぶ影響されてるドリフのことを語るのはまた別の動画にしたいと思いますけども、大爆笑ってめちゃくちゃ面白かったです。コントってここまでこだわるべきなんだなと教えられた気がしました。そういうコントをね作っていけるような人になりたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。